はいどうも、今回はですね、24時間テレビの募金に行ってきました。まあ行ったと言ってもですね、近くの薬局屋なんですけども、はい、そこで募金をしてきました。やっぱり募金というものは自分の気持ちです。はい、やっぱりね、僕はそういう募金系には参加 したいです。はい、やっぱり日本を救いたいんでね、僕はね、病気を抱え込んでる人とかにね、少しでもそういって寄付を してあげるとやっぱり助かるということで、もしかしたらその人が助かるかもしれないということで、やっぱり助けたいと思いまして、僕はそういうのは見捨てないです。はい、僕だってね、うん、やっぱりそういう人を助けて、はい、もう元気にしてもらいたいんですよ。そして僕が友達になるという感じで、はい、やっぱりね、本当に、はい、やっぱり助けたいです。で、僕はあと AKB の握手会とかで、なんかよくメンバーたちが言うんですよ、最後に、なんかそういう募金をしてくださいという、誰かのためにプロジェクトですね、あれをやりました。僕は募金を、はい、やってるんですよ。それも、震災の方に送ると思うんですけども、東日本大震災が2011年のですとかね、3月11日にありましたよね。その募金です。はい、今大変ですよ、うん、やっぱり仮設住宅に住んでる方とかに、やっぱり立派な家を建ててまた取り戻したいです、日本を。はい、日本を元気にしたいと思いまして、やっぱり募金は皆さん大事です。はい、うん、まあできれば皆さんも募金をしてみてください。はい、僕は日本を助けたいです。はい、まあ、自分がそういう日本を助けれるヒーローみたいなものだったらいいですよ、仮面ライダーとかスーパーセンターみたいにですけど、自分はそういうヒーローじゃないんでね、はい、やっぱり助けることができます。だから募金をしましょうっていう感じで、はい、はい、お願いします。で、あと、まあ、右肩が重いんですよ。で、左肩が軽いと、これが僕は、はい、あ、今軽いです。でもなんかさっき重かったんですよ。でそれがちょっとわからないんで、ね、コメント下のコメント欄お願いします。それじゃあ終わります。バイバイ。